どうですか、デビューしてここまで。そうですね、まだ2戦2場所なんですけど、ちょっと初戦っていうか最初は緊張したんですけど、ちょっと2日目じゃないわ、2回目でちょっと感覚っていうかコツつかんだ感じちょっとしたんで、まあだんだん上り調子で多分いいと思いますね、はい、やっぱり緊張するっていうのはお客さんの声援とかこうオッズとかそう背負うものがですか。そうですね、やっぱり今までと違って、お金をかけていただいて走るんで、その分やっぱり走る前オッズとか見たら一番人気だとやばいみたいななりますね。でも特にあの予選競争初日なんてダントツ人気になるでしょ。そうですね、2倍とかそんな感じなんで、うん、外せないですね。でもしっかり初日一着答えてるなんとかですけど突っ張ってというレース多いですか、初日は。そうですね、もうどのレースも、まあ、突っ張りというか、まあ、三者とかやっぱ後ろについてくださる人がいるんで突っ張って、まあ、理想は突っ張ってそのまま逃げ切るのがやっぱり理想なんで、うん、それにちょっとでも近づけるようにやってはいます ね、 初日は特に同県の先輩じゃないですかそうなんです、うん、なんで、まあ、ワンツー決めれるように頑張りたいですね、うん、あの戦い方見てるとその突っ張って逃げてもあとまくりのタイムもすごく良さそうだし、あかましもできちゃうしなんかすごく幅広いイメージがこの2場所でもあるんですけど。本当ですか、嬉しいです得意なのは何ですか、ご自身で思う。あ、得意なのは何ですかね、あんまりスピードがないのでなんか自分で立ち上げがちょっと苦手で今その練習してるんですけど、かましだとなんかちょっと気持ち的に余裕がないんで、まあ前突っ張ってとか前出てペース先行を入れる方が自分の方が得意です。まあ、まくりだとタイミングとその辺でどうにかごまかし効くんで、うん、はい、どうにかまくりだと普通、あ、まはい、いやもうこの笑顔になんかもうキュンキュンしてるリスナーさんも多いと思いますけれども、あの高校時代はすごくなんかね、成績も1キロスプリント競輪ってオールラウンダーで成績残してるから、はい、うん、なんかそうですね、なんかスプリント取って、じゃあ競輪取ってスプリント取って、うん、最後ちょっと欲出して1キロもみたいなったんですけど、うん、だからちょっと1キロ無理でした。なんかすごいよねいやなんでか自分もよくわかんないんですけど、なんか、うん、まあいろいろ流れやらいろいろあって取ることができたんで、なんだろう、半田選手が思うやっぱりビッグレース、今ちょうどね G1 戦も行われてますけど、はい、こんな選手に憧れるなっていうのはありますか。特に熊本すごいじゃないですか、先輩方。やっぱ今恐れ多いんですけど、いつも練習してくださってる、神奈川太一さんとか伊藤朝日さんとよく、うん、翔平さんもですけどいろいろ練習させてもらってるんで、うん、まずそこに近づけてですね、その実力を少しでも近づけて、けどまあ新山さんみたいなもう突っ張って突っ張ってみたいな、あんな力強いレースがちょっとしたいですね。あー、そっか、じゃあもう今回のこの3日間はこの近畿のエリアでここにハンダありだぞっていうのがそうですね、ちょっと見せて帰りたいですね、うん、もしじゃあ明日はもう早速オープニングレースになりますので、はい、あの後ろ見ていただいてなんて書いてるか分かります。お財布パンパン競輪マダムッシュ、はい、ぜひあの半田選手から私たち狙ってお財布パンパンにしたいと思います、はい、またじゃあよろしくお願いします、はい、頑張ります。ではリスナーさんに一言お願いします。明日からの3日間自分の力を出し切って頑張るのでよろしくお願いします。あのデビューしていろいろなインタビューも受けてると思いますけれども、はい、どうですか。あ、やっぱまだ緊張をしてうまく答えれないかなって感じですね、うん、レースとインタビューとどうですか、緊張具合は。あ、レースは初戦はめちゃくちゃ緊張したんですけど、最近は緊張しないように頑張って走ってます、うん、思うように走れてます。レースの方は、いや、ここ最近は決勝に乗れてないのでちょっとうまく走れてない感じですね。客室は
どちらですか？は地足です。地足、そうなるとレーススタイルは何が一番いいですか？はもう突っ張り先行で自分のペースに持っていけるのが一番いいかなと。おー、じゃあもう2周行っちゃうぞっていう。そうですね、そっちの方が自分に合ってるのかなと、うん、これまで競技っていうのはどんな種目されてたんですか？は中距離で段抜きとか、なんかマディソンって言って手つないでやるやつとかしてましたね、うんうん、わー、もう超地足ですね。いや、そんな誇れることはないんですけど。大学はどちらで？は朝日大学でいました、うん。もう先輩も結構多いですね。あ、そうですね、もう強い先輩ばっかで尊敬することばっかですね、うん。その中でちょっとそのウェアの話がね、はい、出ましたけど、ちょっと見せてもらっていいですか？はい、なんて書いてるんでしょう？ライオンはね、ウサギを狩るときでも本気で行くよっていうこれはこれはなんか、うん、その監督がなんか本当に言った言葉で、はい、ちょっとまあ、そういう感じですね。うん、それみんなでこう揃えて？あ、そうですね、はい、後ろにもなんかその監督が言った名言っていうか、うん、口癖とかを載せてますね、うん。ちょっとじゃあ後ろも、はい、見せてもらっていいですか？あ、長い、ちょっと待ってねこんな感じ。そうとそうとせいやがって、岐阜出身の監督なんで、はい、なんか多分なまりなのかわかんないですけど。あ、岐阜弁なのかな。多分そうですね。気使って金使って、はい、加点買ったら、あ、怒り狂いです、ね、クイズみたいなこれなんか言ったらしくて、A コロ加減。あ、そうです、怒るときになんか A コロ加減とか。 A コロ加減、リフで言うんですかね、かん、うん、怒ってるとき。あ、そうですね、はい、チーズチーズポ、そう、チームスプリントをなんかチーズポとか。あ、チースポじゃなくてチースポ。はい、なんか、へぇ、おりゃ、おりゃ。あ、これ掛け声ですね、あのスタートするときの。あ、あの、おい、おりゃ、おりゃ、おりゃ。あ、そうです、監督の。なるほど。で、行くウェイ。あ、行くウェイ、なんか、行く、どっかに行くことなんか、なんなん行くウェイとか言って、なんか。行くウェイ。はい。行くウェイ。はい。ペタル。そう、ペダルをペタルって。あ、弱虫ペダルみたいな。いや、すごい。それ違うの、ペダル。はい、ペダル。で、じゃあ次が、わしゃ？わしゃ、うさぎじゃないべ？あ、これは、なんかあの、お弁当で、おにぎり、高菜おにぎりを買ってきたらしいんですけど、うん、なんか俺はうさぎじゃないべって言って、こうやって投げて、おー、親召し替え？あ、親召喚ですね。親召喚、失礼失礼。悪いことしたら親を自分に寮に呼ばれるんで、あ、親召喚で、親召喚、それを言ってるだけです。チーム Z、 チームテ、チーム Z、 あ、これは LINE、 自分たちの、あ、今まで先輩たちがグループ LINE みたいな。なるほど、ありがとうございます。席にかけてください、はい。なんか大学愛と監督愛が詰まった。あ、そうです、アンダーウェアですね、はい。でもその頃の魂がじゃあここに詰まってるんだ、ね、はい、メンタルも鍛えられたんで、うん、いろいろ思いが、うん、ね、いよいよ、ね、プロになりましたけれども、近い目標って、近い目標はやっぱ九州を代表する選考選手になることを目標に頑張っています、うん。憧れてる選手います？は、マスギ、九州じゃないんですけど、マスギ選手が、うん、と九州でいうと、あの宮崎の田村大さんの走り方が本当僕が目指してる走りなので、うん、そこを目指したいなと思ってます、うん。大きな目標は？目標は、まあ、グレードレースで決しで、うん、を優勝できるように頑張りたいです、ね。その憧れの増木選手も今日オールスターのファイナルに乗ってますもんね、はい。楽しみに行きたいと思います。刺激もらえそうですね、はいはい。さあ、それではこのシリーズ3日間なんですけれども、リスナーさんにメッセージをお願いします。はい、3日間先行して1着取れるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。こんなところでお会いできるとは、はい、あのですね、だいたい中四国でしか会わないですか。そうですね、あまり岡山弁出さないようにいきましょうね。はい、はい、出しょったらおえま、岡山弁出しょったらおえま、おえまね、おえま、ね
FF パンパン競輪マダムッシュっていう番組なんですけど、ちょっと後ろ見てもらうと、はい、お財布がお財布パンパン、いいですね。いいでしょう、はい、ということでマダムッシュ、私と美咲ちゃんのお財布をパンパンにしてくれるのは誰だろう、はい、ということで能見選手お越しいただきました。なるパンパン、パンパンに、そうですね、なっていただけたら資金強どうですか、2着1着っていうところで年代も各場所ありますけど、はい、そうですね、ちょっと最近2着が多いんですけど、うん、流れはいいと思います。もうレーススタイルずっと変わらんもんね、はい、うん、40歳になりましたか。なりました、41歳ね、はい、不惑の40歳、はいまあ、あんまり変わんないですけど、ね、はい、なんか先方でなんかアーチ座になろうかなとか追い込みになろうかなっていう時もなかったですか。はい、うんですね、やれるうちは自力でやりたいなって、うん、なんか苦しさとか感じることもなかったですか。まあ、苦しいはいつも苦しいんですけど、うん、人の後ろについた時にすごく僕は人のせいにしちゃうんで向いてないのかなってもう自分は自分のレースの方が、自分で作った方がスカッとするんだ。そうですね、でもこのバック本数と逃げっぷりっていうのはね、はい、頼もしいんですけれども、初日ですよこれ。初日ですね。ルーキーもいますし、徹底先行タイプの千原選手もいるし、はい、これどうですか、能見選手の今のモチベーション的には。まあでもいつも通り先行しに行ってれば、うんうんうん、いいことが結構あるんで。これあの、はい、ルーキーの峰口選手、はい、戦ってるんですね。戦ってますね。その時どうでした。めっちゃ強かったです、はい、もうその時もでも前々のレースでしたよね、能見選手。そうですね、一回、はい、前に出て、うん、って感じですね。うん、はい、秘策は見えてますか。秘策は、まあ、いつも通り先行しに行くだけですね、うん、はい、どちらかというと峰口選手を後方に置きたいですね。まくりとかに回らせたいですけど、うんうんうん、はい、夏場はどうですか。オールシーズン戦う競輪選手ですけど、まああんまり変わんないですね、うんうん、まあ、すぐ体が動くようになるんで、うん、いいと思います。あのプライベートオフの時って何をしてるんですか。なんか全然イメージが競輪場でしか合わないから。子供と遊んでます。イクメンパパですか。そうですね、今おいくつのお子さんでいらっしゃる。小学校1年生と3年生の男の子です。あ、もうレースの方も、はい、じゃあ見てくれるんじゃないですか。あ、そうですね、見て、うん、はい、未だにレース行くの嫌がってくれますね。行かないでくれる。いいね、ずっとお父さん家にいてほしいんだ。ですね、3年生になってもやっぱりパパパパっていう感じですか。そんな感じです。うわ、じゃあなんかもう家に帰ったらマイホームパパで何かしてあげたいっていう気持ちがすごいんじゃないですか。ですね、こうやって、うん、まあレース来てる間に冷却期間があるんで、うん、またあの帰ってまたあの遊ぼうかなっていう感じ、何してお父さん遊んでるんですか。今夏だし、今の時期は庭にでっかいプール出して一緒に入って遊んでますなんでこれはもうプール焼けです。あの練習焼けではなくプール焼けですね。プールで、あのうちの美咲ちゃんもプール焼けです。私もすぐ焼けちゃいますからね。すぐ焼けますよね。プールって時間潰せるからいいですよね。ね、一日中入ってられますよねでもそれで家族のなんかね、はい、柔らかいこう充電期間があるからこそまたレースに挑めるんだね。そうですね、うん、はい、じゃあの今シリーズ3日間になりますけれども、はい、私たちのお財布をパンパンにしてくれるべく、はい、頑張ります。メッセージお願いします。皆さんのお財布をパンパンにできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。デビューしてどうですかここまで。そうですね、緊張もしてるんですけど、まあ、国の内容に走れてるんでこれを続けていけたらいいなと思ってます。これどうですか、今6連勝中ですよ。気持ちいいんじゃないですか。そうですね、なんとか6連勝できてるんで、うん、あと3連勝して特勝を目指して頑張りたいと思います。じゃあここで決めちゃうってことですね。そうですね、決めれたらいいなと思ってます、うん、あのコンディションとしてはどうですか。コンディションとしては、はい、うん、全然大丈夫です。頼もしい。ルーキ
ティの皆さん今回4選手集まってますけど、はい、どんな雰囲気なんですか、ルーキー同士会うと。そうですね、うん、え、アウトですか、うん、まあ普通に喋って、はい、こうライバル心メラメラな感じではなくはい、ちゃんと仲良く喋ってますじゃあオフの時には仲良くレースになったらでも意識するんじゃないですか。そうですね、まあ養成所で自分は全然で、もうあっちの相手の方が強かったんで、まあ勝てたらいいなと思ってます。でもそれが今順調にね、はい、6連勝来てますけれども、得意なパターンっていうのはどんな走りなんですか。そうですね、まあ得意なのはまくりですかね。じゃあスピードタイプ。そうですね、けど、うん、逃げて勝ちたいなとは思ってます。おー、じゃあでもこの3日間っていうのは大事なね、そうですね、シリーズになりそうだから、そのあたりちょっとね、はい、もどかしい悩む部分もちょっと出そうですか。そうですね得意はまくり、はい、得意はまくりです。でも逃げて勝ちたいね、そういう思いがいろいろね、はい、ありますよね。そうですね、その内容に応じて対応するのが一番いいかなと思ってるんで、うん、初日はどうですか。あの前場所を戦った選手もいるそうなんですけど、能見選手もかなり意識されてましたよ。そうです、そうですね、まあ、前回当たってるんで、はい、今回も勝てるように頑張ります。もうこれだけ強い峰口選手なので、早く上に上がってほしいっていうふうにもおっしゃってました本当ですか、頑張ります。さてオフなんですけれども、普段はどんなことして息抜きなんかされてるんです。普段はそうですね、温泉に行ったりドライブ行ったりとかですかね。温泉、はい、ドライブ、はい、二十歳、渋いですねいえ、はい、うん、そうですね、温泉はやっぱり体のケアですね。そうですね、うん、友達に温泉行きたいって言って連れて行ってます、うん、本当に、はい、長崎だとどんなところが。長崎ですか、うん、まあほとんど全部は行ったかなと思ってます。その市内やったら、うん、ですね、スーパー銭湯。いや、あ、でも長崎市で有名なのは稲佐山温泉ですかね、福の湯っていう、まあ、はい、ね、体のケアも本当大事ですからね、そうですね、はい、じゃあそういったオフの時間はそうやって友達と一緒に、はい、うん、さあそれでは今回リスナーさんも、ね、この3連勝っていうの楽しみにされていると思いますので、メッセージいただけますか。はい、3連勝して特賞を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。今季はチャレンジ戦っていうのがちょっと皆さん、え、伊豆谷選手がって思われてると思うんですけど、あの慣れない横をして2回ほど失格してしまいましたあ、そのペナルティでの、はい、チャレンジ戦なんですね、はい、どうですか、ここまで4場所走られてますけれども、流れっていうのはまた全然違うんじゃないですか。そうですね、流れも違うし、新人がもうただただ強いんで大変です、うん、ね、もう1月からのチャレンジ戦と、はい、この7月からのチャレンジ戦ってまた違いがありそうですもんね。そうですね、なんか新人が多いから7月の方がきついって人もおれば、1月は新人がレース覚えてから覚えてるからそっちの方がきついっていう人もおるんでそうか、何とも言えないんですけど、どっちもあるんですね。どっちも、はい、うん、その中でどうでしょう、戦いぶり、予選はもうしっかりとクリアされてますけれども、まあなんとか生き残ってる感じです、はい。初日どういう戦い方が理想になりますか。いけるとこで、まあ、言ってます、前々、まあ、先行できたら一番いいなと思います。うん、このメンバー構成だと先行できるかなっていうような印象にも見えますけど、まあ、多分よっぽどできるとは思うんですけど、まあ、どっちかが無茶してくる可能性もちょっとゼロではないんでちょっとそこは共倒れになる、うん、ならないようにちょっと上手に走りないなとは思います。冷静な立ち回り、はい、うん、コンディションは問題ない。そうですね、まあ、夏バテもなく、はい、簡単です、はい、食欲ももう旺盛ですどんなものが蒸し上がるのが好きなんですか。どんなもの、最近は、うん、好物大根、まあ、最近は、まあ、餃子とか、うん、王将の餃子とかが。餃子、はい、そういえばあのプロフィールのところにも書かれてたかな。あ、多分書いてはないと思うんです、はい、全部好きみたいなこと書いたと思うので、はい、何でも好き、はいはい、そっか、餃子か、はい、
パワー出そうですね。パワー出そうですね。ちょっと臭いですけど、ね、はい、ニンニクパワー、ね、ニンニクパワーが、はい、オフの日は、オフの日は、うん、最近だとなんだろう、スイミングしてる、プール行って泳いでるとかですか。あ、スケーリン選手なかなか聞かないですね。ちょっと最初はなんか銭湯行ってたんですけどなんかぼーっとしとるだけでちょっと飽きてきて、うん、なんか水泳が同じような効果あるみたいな聞いたんで、はい、行ったらなんか面白くてって感じです。水泳はちなみに、はい、泳法は何で泳ぐことが多いですか。最近はまあクロールですね、もっぱら、はい、クロールで。クロールで、はい、結構な距離を泳ぐんですか。いや、そんなにはゆっくり、全然もう、うん、まあ、ゆっくり30分ぐらい休憩しながら、距離はあんまちょっとわかんないんですけど。じゃあもうリラクゼーションの、あ、本当にそんな感じで、はい、ね、パワーリフティングも、ね、昔されてましたし、もともといろんなスポーツお好きなんですね。そうですね、体を動かすのが好きなんで、はい、うん、そう。ではこのシリーズちょっとね、ルーキーもいて、でも経験値が勝る伊豆谷選手の底力っていうのを皆さん楽しみにしてますので。そうですね、まあ、ちょっと足ではちょっと及ばないとは思うんですけど、ちょっと経験を使ってなんとか苦しめれたらいいなとは思います、はい、ではリスナーさんに一言メッセージお願いします。頑張って新人を倒して穴を開けたいと思うので、応援よろしくお願いします。お財布パンパンなるかな。そうですね、期待してください頑張ってください、はい。